はい、こちらが葛飾北斎の福原の怪異という作品になります。はい、北斎っていうと、誰や葛飾北斎じゃないんかと思うかもしれないですけど、北斎ではないんですよ。北斎の弟子になりますね。葛飾派の、浮世絵師になります。で、福原の怪異っていうこれは何なのかっていうと、あの平の清盛ってもともと都は京都だったんですけども、福原に都を移したんですね。なら、京都からすると嫌じゃないですか。いや、都で京都でにぎわっとったのに、なんで都をこんな神戸の福原に変えんねんって言って、せっかくここで盛り上げとるのやめてくれや、それがあのおかげで結構ね、文化も成熟してたのにやめろやみたいな大批判があったんですけど、まあやっぱ権力があったの、平家やっぱり力あったから、いや変えるみたいな感じで、うおっそーって全部福原に持っていったと。まあ、これが原因もあって結構ね、やっぱ揉めたりはしたんですよ。平の家もいろいろ揉めたり、まあ、なんらかんだいろいろ起こったんですけど、まあ、なんとか持ってきたと。ならそのおかげで京都っていうのは都じゃなくなったから、結構治安も悪くなったりとかしてね、もう結構えらいことになってたんですよ。で、京都で亡くなった人たちの霊とかもあるじゃないですかね。でもずっと歴史があったから、そこで散っていった人たちの亡霊とかもね、やっぱあって、福原による平清盛に対して結構亡霊がこういったみたいな話があるんですよ。で、まあ、あと源氏の人たちもね、結構平清盛にやっつけられたから、それの怨念もあって結構恨みを買ってたっていうのがこの平清盛やったんですよ。で、福原でこう平清盛がおる時に、その亡霊がもう平清盛に何か言うてきとるよっていうのが、物語としてあって、それを描いているのがこちらの作品になります。はい、なので右側にいるのがね、あの平清盛なんですよ。あの坊主頭ね、平清盛は最後頭剃って入道になったっていうふうに言われてるので、まあ坊主頭のこれが平清盛だよと。で、左側っていうのがこうドクロにめっちゃ乗ってるっていうのが、敵方の亡霊になります。なんかね、あのドクロがめっちゃ王さん集まってきて、で最終的にはなんかそのドクロが集まって、でっかいドクロができましたよみたいな、ドクロの上になんかすごいなんか武将がなんか恨めしそうにこう平清盛を見てましたよみたいな物語があるんですって。で、それを描いたやつなんですけど、なんかちっちゃいドクロがいっぱい集まるって、でっかくなるって、もうそれドラゴンクエストのキングスライムやないかと僕は思うんですけども、まあ、そんなんがありましたよと。で、じゃあ平清盛どうすんのやろうと思ったら、平清盛がガンつけたらしいんですよ。あーみたいな感じでガンつけたら、ドクロがビビってみんな逃げてったみたいな感じ。強っ、平清盛強っ、眼光一発にらみ返したらドクロ全部散らばったっていうのを描いたのがこちらの作品ということで、ね、まあまあ面白いエピソードだなっていうのを、まあ、うまいことねまとめてるっていうのがあります。まあ、こんな感じで、まあ、平清盛やその源平に関わるものっていうのは数多くね、武者絵としても描かれました。